皆さんこんにちは。今回は久々にネットキャッチャーをプレイしていきたいと思います。落ちくれというネットキャッチャーを見つけたので、早速プレイしてみたいと思います。今まで見かけたことないところなので、おそらく最近できたネットキャッチャーかもしれません。とりあえず遅延がないことを祈りつつカントリーマームを取ってみます。こちらはとてもシンプルで、アームで景品を掴んで最終的に、景品口に落とせばゲットとなります。遅延も考慮して若干早めに操作をしていきます。良いところで止めることができました。あとはうまいこと景品を掴んで、景品口に落とすことができれば、景品獲得となります。一発で景品をゲットすることができました。おやおや獲得判定になりませんね。ネットキャッチャーではよくある話なので、こういった場合はすぐサポートに問い合わせをします。お問い合わせフォームから、プレイしていた台の番号を記載の上、確認をお願いしたい旨のお問い合わせをします。お問い合わせが完了したので、返信があるまで待ちます。運営事務局から返信がありまして、無事景品獲得となりました。マイページでもちゃんと獲得したことになってました。ということで今回は久々にネットキャッチャーをプレイしてみました。今回プレイしたネットキャッチャーは動画概要欄に URL を貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやっているので、もしよければフォローをお願いします。さて、この次もう